フールーは、豆腐に麹をつけ、塩水中で発酵させた中国食品である。千年以上の歴史を持つ食べ物であり、中国全土で広く食べられている。豆腐乳、秩父、南自治とも呼ばれる。フールーには発酵臭と塩味がある。炒め物、煮込み料理などに調味料として用いられる以外に、粥に入れて食べる、食卓調味料として用いる。 紅麹を用いたフールーは塩辛くなく甘みがあり、そのまま爪楊枝で削って食べる方法も台湾では一般的である。一般的にフールーは瓶詰めで流通しており、保存と調味を目的とした漬け汁に使っている。少なくとも豆腐の発明より後の時代に生まれている。儀の時代に生まれたとする説もあるが、定かではない。北宋の時代の文献、清子と録》には、 すでに普通の食品として記載されている。フールは通常、青型、紅れ型、白型に大別されて、匂い豆腐などは青型、紅ない芯などは、くれない型、甘辛などは、白型に分類される。発酵に使う麹に紅麹を使用したものはくれない。フールー、紅麹,麹フールまたは単にくれない型と呼ばれる。発酵の際に唐辛子を加えて、 辛味をつけたくれないフールもある。草豆腐は灰色の豆腐発酵食品で、腐敗臭にも例えられる強烈な刺激臭がある。瓶詰めの調味料として流通している。この調味料は、揚げたり煮込んだりして食べる匂い豆腐とは、名前が同じだが別の食品である。まず豆腐を圧搾し、水分を抜いた後に長方形に切る。これを箱に一つ一つ、間隔を置いて並べ、 数日かけて麹を付着させる。これらを亀に入れ、もろみ、塩水、甘酒などを入れて熟成させる。この時用いる麹の種類や熟成の前処理、熟成中の液の蘇生によって蒸気の3種に大きく分かれる。ありがとうございます。